東北縦貫自動車道東北自動車道。東北自動車道は、埼玉県川口市の川口ジャンクションから、青森県青森市の青森インターチェンジへ至る、日本最長の高速道路。略称は、東北道である。高速道路ナンバリングによる、路線番号は、E4 が割り振られている。埼玉県川口市を起点とし、群馬県、栃木県、福島県、宮城県、岩手県、秋田県を経由し、青森県青森市へ至る、延長 679.5km の路線である。東日本の大動脈の一つであるとともに、日本最長の高速国道であり、全線が東日本高速道路の管轄路線である。全体的には、関東平野から東北地方にかけて内陸部をほぼ南北に貫く路線である。栃木県から岩手県にかけては大部分の区間で国道4号、東北新幹線、東北本線とほぼ並走するルートをたどるが、埼玉県から栃木県にかけての区間は、起点の川口市からしばらく、東北本線、東北新幹線と国道4号の中間部を北上した後、久喜市付近から東武伊勢崎線、東武佐野線、東武日光線に沿うようなルートで、羽生市、館林市、栃木市を経由し、その後鹿沼市付近から東武日光線から離れ、矢板市に向かうコースを取る。滝沢インターチェンジ、足路ジャンクション以北は、十和田湖の南側、秋田県北部、及び青森県津軽地方を経由するため、日光周辺や青森県38上北地方を経由する国道4号を東北新幹線とは離れている。宮城県白石市の国見サービスエリア白石インターチェンジ間に北緯38度線があり、標識で表示されている。同様に岩手県平泉町に北緯39度線、岩手県八幡平市の松尾八幡平インターチェンジ、足路インターチェンジ間に北緯40度線の標識が設置されている。前述の通り、山脈の山麓部を通過していくため、路線を通しての標高はあまり高くない。なお、下り線足路ジャンクションは、川口方面と八戸自動車道方面が本線で、川口方面と青森方面が、分岐側となっている。国土開発幹線自動車道としての予定路線名、及び高速自動車国道法に基づく路線名は、東京都練馬区、青森間を結ぶ東北縦貫自動車道弘前線である。東北自動車道は、この高速自動車国道、東北縦貫自動車道弘前線のうち、起点、東京都練馬区から川口市までの区間を除いた。川口ジャンクション以北より青森インターチェンジまでの区間の道路名となっている。基本的に直線の多い高速道路であるが、仙台近郊、岩手県南部、岩手県八幡平地区青森県津軽南部の区間では急カーブ、トンネル、急勾配の連続する線形である。そのため、これらの区間では臨時規制時を除き常時時速 80km 規制となっている。かつては、福島トンネルが時速 80km、坂梨トンネルが時速 70km にそれぞれ規制されていたが、現在は前者が時速 100km、後者が時速 80km にそれぞれ緩和された。なお、福島トンネルを除くすべてのトンネルが時速 80km に規制されている。警察庁は2016年3月24日、一部区間の最高速度を試験的に時速 110km に引き上げると発表した。試験区間は、花巻南 IC 盛岡南 IC 間の 30.6km である。花巻南 IC 盛岡南 IC 間は2017年12月1日に試験的に最高速度が時速 110km に引き上げられ、さらに警察庁は2019年1月30日、同年3月1日から、花巻南 IC 盛岡南 IC 間の最高速度を試験的に時速 110km から時速 120km に引き上げると発表し、予定通り実施された。その後、同区間は2020年9月16日より、正式に最高速度時速 120km として運用されることとなった。時速 120km の指定は全国初となる。二本松 IC と福島西インターチェンジの間の区間には事故防止のために道路上に突起物を置いてリズムを取らせて眠気が出ないように337拍子が聞こえる施行がされている箇所があり、施行前と比べて事故が3割減少した。サービスエリアパーキングエリア売店は、すべてのサービスエリア、ハブパーキングエリアから、あずまパーキングエリアまでのあぶくまパーキングエリアを除く、すべてのパーキングエリア及び、蔵王パーキングエリアから、滝沢パーキングエリアまでの半数のパーキングエリアに設置されている。この中で、コンビニが、ハスダ SA、ハブ PA、黒磯パーキングエリア、鏡石パーキングエリア、あずまパーキングエリア、津軽サービスエリアに設置されている。24時間営業の売店は、市はサービスエリアを除く蓮田 SA から、岩手山 SA までのすべての SA、コンビニ化されている、ハブ PA、黒磯パーキングエリア、鏡石パーキングエリア、あずまパーキングエリア、菅生 PA、津軽サービスエリアにある。レストランは、国見、サービスエリアを除く、岩手山 SA 以南のすべてのサービスエリアと、ハブ PA に設置されている。あぶくまパーキングエリア、蔵王パーキングエリア、泉パーキングエリア、三本木 PA、しわひめパーキングエリア、中尊寺パーキングエリア、花巻 PA と前森山パーキングエリア以北の、すべての PA は、トイレと自動販売機のみとなっている。ガソリンスタンドは、蓮田 SA から岩手山 SA までのすべてのサービスエリアと朝霞パーキングエリア、あずまパーキングエリア、菅生 PA、つるすパーキングエリア、花輪 SA に設置されており、深夜営業をしていないあずまパーキングエリア、花輪 SA 以外はすべて24時間営業。下り線は岩手山 SA が最終給油所となり、それより北は青森道。八戸道を含めて終点まで給油所は設置されていない。主なトンネルの数層延長が長い割にトンネルは少ない。特に関東地方及び宮城県の区間にはトンネルは一本もない。福島県も福島トンネルの一本のみしかない。足路ジャンクション以北は東北道最長の坂梨トンネルをはじめトンネルが多く、この区間だけで東北道の全トンネル数の3分の2以上を占める。道路照明等連続照明区間の設定基準は1日、平均5万台の交通量であり、本来なら、川口ジャンクションから、栃木津賀ジャンクションまでの全線に設置されるはずであるが、現状では、川口ジャンクション久喜インターチェンジ間、羽生インターチェンジハブ PA のみ設置されている。2005年10月の道路公団民営化後は、全区間が東日本高速道路の営業範囲となっており、白川インターチェンジを境に南側を、ネクスコ東日本関東支社が、北側を、ネクスコ東日本東北支社がそれぞれ管轄している。ハイウェイラジオコールサインは、関東支社管内、東北支社管内ともに、ハイウェイラジオ、東北道と放送される。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2002年度川口ジャンクションと栃木津賀ジャンクションまでは、各区間5万台以上あるのに対して、足路ジャンクション青森インターチェンジまでは、各区間1万台未満である。渋滞など、白川インターチェンジ付近の渋滞8月12日、ゴールデンウィークやお盆の時期においては、大規模な渋滞が発生することは、他の高速道路と同様である。GW やお盆の帰省ラッシュには40から60 km に及ぶ長い渋滞が発生する。季節に関係なく、渋滞の発生しやすい地点は、上りの川口ジャンクション、上下線の岩槻 IC、利根川橋、渡良瀬川橋、久喜インターチェンジ、加須インターチェンジ、羽生インターチェンジ、館林インターチェンジ、佐野藤岡インターチェンジ、栃木インターチェンジ、八幡、沢橋、宇都宮インターチェンジ、上河内 SA、鬼怒川橋、矢板 IC、矢板北 PA、伯耆川橋、西那須野塩原インターチェンジ、黒磯板室インターチェンジ、那須インターチェンジ、那須高原サービスエリア、福島トンネルなどである。渋滞が発生しやすい時間帯は、下り線は朝引く午前、上り線は夕から夜である。行楽シーズン、夏場は、下り線の那須インターチェンジ出口で、路肩や本線にはみ出すぐらいの渋滞になることがある。また、大型ショッピングセンターやアウトレットモールの最寄りの IC では、IC 出口の料金所を先頭に、本線上までの渋滞が発生する場合も多い。季節に関係なく、土日と祝日には、上りの栃木インターチェンジ以南の渋滞が、栃木津賀ジャンクションを過ぎて、北、関東道西域へ 5km 程度伸びることがある。さらに、朝や夕方には、東京外環道内回りや、首都高速川口線上りの渋滞が、川口ジャンクションを過ぎて、東北道の浦和 IC 付近まで伸びてくることもある。また、郡山ジャンクションより、南の区間は、磐越自動車道と常磐自動車道が、バイパス路線として機能しており、これにより、例年であれば渋滞がある、程度緩和されていた。しかし、東日本大震災直後の2011年の GW では、福島第一原子力発電所事故の影響で、原発付近を通過する常磐道、磐越道を避ける車両が、東北道に集中したためか、下り線の栃木インターチェンジ付近を先頭に、川口ジャンクションまで 70km 以上。渋滞するなど、東北道では、例年以上に激しい渋滞が発生した一方で、常磐道ではほとんど渋滞が発生しなかった。2015年3月の常磐道の全通後は、東北道から常磐道への交通の転換が見られており、GW やお盆をはじめとする再混雑期に、例年発生していた東北道の福島トンネルなどの渋滞が減少している。最近では、下り線で、北東北の岩手山 SA から、終点の青森インターチェンジまでの、約 140km の区間にガソリンスタンドがないため、岩手山 SA では特に給油目的の車が、殺到し、渋滞となることが多い。さらに、かつて、ガソリンスタンドがあった花輪 SA 厚軽サービスエリアの、ガソリンスタンド閉鎖の告知が道中に掲示されてはいるが、そのことに気づかず給油に訪れたドライバーが立ち往生したり、ガス欠により路上で停車する問題も起きている。仙台市周辺の東北道は、仙台都市圏環状自動車専用道路の一部を構成する。ありがとうございます。